GNU プロジェクトとはフリーソフトウェアマスコラボレーションプロジェクトである。プロジェクトは1983年9月27日に MIT のリチャード・ストールマンにより発表された。このプロジェクトの狙いはユーザーが自由にソフトウェアを実行し、共有し、研究し、そして修正するための権利に基づいたソフトウェアを開発し提供することによりユーザーに そのような自由な権利を与えた上で、コンピュータやコンピューティングデバイスの制御をユーザーに与えることにある。GNU のソフトウェアはこれらの自由な権利を法的に保障しているため、フリーソフトウェアである。なおフリーソフトウェアのフリーという言葉は常に自由な権利を指し示すために必要なため使われている。 コンピュータのすべてのソフトウェアが自由な権利をすべてユーザーに付与することを確保するためにはソフトウェアの中で最も基本的かつ重要な部分であるオペレーティングシステムをフリーソフトウェアとすることが必要となった GNU 宣言によると GNU プロジェクトの創立目標はフリーオペレーティングシステムを設立しさらに可能であればフリーでないソフトウェアを全く使わないでも済むよう ユニックスシステムに通常付属する有益なものすべても構築することであった。ストールマンはこのオペレーティングシステムを GNU と呼ぶことに決め、その設計をプロプライエタリオペレーティングシステムであるユニックスの設計に基づくようにした。GNU の開発は1984年1月に開始された。1991年、リーナ・ストーバルズにより、 GNU プロジェクトとは関係のないプロジェクトで開発された Linux カーネルが発表され、1992年12月に GNU ゼネラルパブリックライセンスのバージョン2に基づき利用できるようにした。Linux カーネルは GNU プロジェクトによってすでに開発されていたオペレーティングシステムのユーティリティと組み合わされ最初のフリーソフトウェアオペレーティングシステムとして認められた。 このフリーソフトウェアオペレーティングシステムは Linux や GNU、Linux として知られている。GNU プロジェクトは現在、ソフトウェア開発、意識改革、政治的キャンペーンや、新しい題材の共有などを行っている。1983年9月、リチャード・ストールマンは、ユスネットのメッセージに GNU プロジェクトのコーディングを開始する意図を発表した。 GNU プロジェクトが最初に開始したとき、このプロジェクトには、ライティングエディタコマンド用のリスプが付属した EMAX テキストエディタ、ソースレベルデバッカ、約5巻のパーサージェネレータ、そしてリンカが存在していた。GNU のシステムでは、その C コンパイラとツールがフリーソフトウェアであることが要求されたため、これらも開発する必要があった。1987年6月、 GNU プロジェクトは、アセンブラ、ほぼ完成されていた、移植可能な最適化シーコンパイラ、エディタ、そして様々なユニックスユーティリティ用のフリーソフトウェアを開発し蓄積していった。GNU プロジェクトにはさらに多くの更新が必要な初期カーネルが存在していた。カーネルとコンパイラが完成すれば、GNU はプログラム開発用として利用可能であった。GNU の 主な目標は、他の多くのユニックスシステムのようにアプリケーションを作成することであった。GNU は UNIX プログラムを起動することが可能であったが、UNIX とは異なっていた。GNU は UNIX より長いファイル名とファイルバージョン、番号、そして対衝撃性ファイルシステムを組み込まれた。GNU プロジェクトへ他社からのサポートと参加を得るために、GNU 宣言が書かれた。 人々は GNU プロジェクトに資金、コンピュータの部品、さらにはコードやプログラムを書くための時間を寄付することができた。GNU プロジェクトのあらゆる面における起源と開発については EMAX ヘルプシステム内にある詳細な物語で共有されている。この物語は GNU プロジェクトのウェブサイトにある詳細な歴史と同じものである。リチャード・ストールマンは GNU プロジェクトへのサポートと参加を増やすために GNU 宣言を書いた。GNU 宣言でストールマンはソフトウェアユーザーに対する4つの本質的な自由を列挙した。それらの自由とは目的のためにプログラムを実行する自由、プログラムのメカニックを研究して修正する自由、コピーを再配布する自由、そして公共利用のために修正したバージョンを改善し、 健康する自由である。これらの自由を実現するためにはユーザーが全てのコードにアクセスできるようにする必要があった。コードを自由なままで公開することを保証するため、ストールマンはソフトウェアとそのコードから派生した将来世代のソフトウェアを公共利用のために自由なままにできるための GNU ゼネラルパブリックライセンスを作成した。GNU Free System Distribution イ,インは 自由とみなされることは、インストール可能なシステムディストリビューションにとって何を意味するのかを説明したり、ディストリビューションの開発者がそのディストリビューションを自由とみなされる資格を与えることを補助するために使われるシステムディストリビューションコミットメントである。自由なディストリビューションとしては、主に GNU パッケージと Linux、Diva カーネルとを組み合わせ、さらに、 フリーソフトウェアのみから構成されたディストリビューションが挙げられる。GNU、FSDG を採用したディストリビューションには、ムセンス、パラボラ GNU、Linux、Deva、トライスキル GNU、Linux、u t t などがある。フェドラプロジェクトのディストリビューションライセンスガイドラインが FSDG の基礎として使われた。GNU プロジェクトはユーザーが複製し、編集し、 そして配布する自由があるソフトウェアを使用する。ユーザーが個人のニーズに合うようソフトウェアを変更することが可能であるという意味で自由である。プログラマーがフリーソフトウェアを獲得する手段はそれを得る場所に依存する。フリーソフトウェアはプログラマーに友人やインターネットを通じて提供されるかもしれないし、あるいはソフトウェアを購入するために プログラマーが働いている会社から提供されるかもしれない。GNU プロジェクトの生産活動のほとんどは本質的に技術的なものであるが、それらは社会的、倫理的、および政治的な取り組みとして送り出された。GNU プロジェクトはソフトウェアトライセンスを生み出すのと同様に多数の文書を公開している。それらの文書のほとんどはリチャード・ストールマンにより作成された。 コピーレフトとは、プログラマーたちの間でソフトウェアを自由に使用し続けることを補助するものである。コピーレフトにより、プログラムやそのコードを使用し、編集し、そして再配布するための法的権利が、配布条件を変更しない限り誰にでも与えられる。結果として、ソフトウェアを獲得した、誰もが、ユーザー以外の人間ができる自由と同じ自由を、法的に獲得する。 GNU プロジェクトと FSF は強いコピーレフトと弱いコピーレフトとを区別することがある。弱いコピーレフトプログラムは通常そのプログラムを配布する人間によりフリーではないプログラムとリンクすることを許可される。一方強いコピーレフトプログラムはこのようなリンクを厳しく禁止する。GNU プロジェクトが生産するものはほとんど強い。 コピーレフトに基づきリリースされるが、LGPL のような弱いコピーレフトやパーミッシブライセンスに基づきリリースされるものもある。GNU ハードライブ CD GNU プロジェクトの最初の目標は完全にフリーソフトウェアで構成されるオペレーティングシステムを作成することであった。1992年に GNU プロジェクトはカーネルである GNU ハードを除くすべての主要な オペレーティングシステムコンポーネントを完成した。1991年にはリーナ・ストーバルズが独自に Linux カーネルの開発を始めており、1992年には Linux カーネルのバージョン0.12が GNU ゼネラルパブリックライセンスに基づきリリースされ、この最後の空白を埋めた。Linux と GNU を組み合わせることで、世界初の完全にフリーソフトウェアで構成された。 オペレーティングシステムとなった。Linux カー r n e l は GNU プロジェクトの一部ではないが GCC や他の GNU プログラミングツールを使用して開発され GNU ゼネラルパブリックライセンスに基づきフリーソフトウェアとしてリリースされた。今日 GNU の安定版は GNU パッケージとユニックス系 Linux カー r n e l とを組み合わせることで実行できる。GNU プロジェクトはこれを GNU, Linux と呼び、決定的な特徴は以下の組み合わせである。GNU ウェブサイト内には、プロジェクトの一覧が記載され、プロジェクトごとにある部分に必要なタスクを実行できるのは、どのようなタイプの開発者であるかが詳細に述べられている。技術レベルの範囲はプロジェクトからプロジェクトへと投影されるが、プログラミングのバックグラウンド知識を持つ者誰もが、 プロジェクトを支援することが推奨されている。Linux カーネルとその他のプログラムと組み合わせた GNU ツールのパッケージングは通常 Linux ディストリビューションと呼ばれる。GNU プロジェクトは GNU と Linux カーネルとを組み合わせたものを GNU Linux と呼び、さらに他の人々へもそのように呼ぶよう要請している。これが GNU Linux 名称論争の原因である。 今日、ほとんどの Linux Distribution は GNU パッケージとバイナリブログ及びプロプライエタリなプログラムを多数含んでいる Linux カーネルとを組み合わせている GNU プロジェクトはソフトウェアがフリーでありフリーであることを普及させるソフトウェアライセンスを開発公開している GNU プロジェクトは GPL LGPL アフグルもしくはアパッチライセンスを フリーソフトウェアに適用するライセンスとして推奨している。GNU プロジェクトのライセンス文書自体はフリーソフトウェアの理念とは反するがフリーではないライセンスを課している。サードパーティーによる GNU ゼネラルパブリックライセンスから派生した特定条件下でコピーレフト特性を適用しないライセンスが存在する。1990年代中期以降多くの企業が フリーソフトウェア開発に資金援助しており、フリーソフトウェア財団はその資金をフリーソフトウェア開発に関連する法的・政治的サポートに回した。ソフトウェア開発はその頃から既存プロジェクトの保守があるじになり、新規プロジェクトはフリーソフトウェアのコミュニティへの重大な脅威が存在する場合だけ立ち上げた。GNU プロジェクトの最も注目すべきプロジェクトの一つは、 GNU コンパイラコレクションであり、そのコンポーネントは多くのユニックス系システムの標準コンパイラシステムとして採用されている。GNOME デスクトップの企画は GNU プロジェクトによって開始された。これはもう一つのデスクトップシステムである KDE が人気となったものの、その利用にはプロプライエタリーソフトウェアであった QT のインストールが必須だったためである。 KDE と QT を人々がインストールしなくて済むようにするため GNU プロジェクトは同時に2つのプロジェクトを開始した。1つはハーモニーツールキットである。これは QT のフリーソフトウェアによる代替品を作るプロジェクトである。このプロジェクトが成功していたら KDE に関する問題は解決していただろう。もう1つのプロジェクトが GNOME で 同じ問題を別の角度から解決しようとした。すなわち、KDE 全体を代替し、しかもプロプライエタリーソフトウェアに依存しないものを作るという試みである。ハーモニープロジェクトは進歩しなかったが、g n o m e は非常にうまく開発された。なお、KDE が依存していたプロプライエタリーコンポーネントは後にフリーソフトウェアとしてリリースされた。 GNU Enterprise は1996年に開始されたメタプロジェクトであり GNU プロジェクトのサブプロジェクトとみなすことができる。NEW の目標はフリーなエンタープライズクラスのデータ対応アプリケーションを作成することである。NEW は GNU システム用のエンタープライズソフトウェアを一つのコレクションとして集めるよう設計されている。GNASH は アドビフラッシュ形式で配布されるコンテンツを再生する。GNU はクナッシュ開発時、これを重要プロジェクトに位置づけていた。OS やブラウザがフリーソフトウェアのものを使っていても、アドビ製のプロプライエタリなプラグインをインストールして使っているユーザーが多かったためである。2001年、GNU プロジェクトは研究と商業開発の生成を可能にした。 その自由に利用できる再配布可能と変更可能なソフトウェアの偏在性、広さ、品質によりユズニックスの貢献賞を受賞した。ありがとうございます。